こんにちは、伊藤康子です。今日もスタートいたしましょう。今日は着物は究極の SDGs であるというお話をさせていただきたいと思います。 SDGs のお話が、はい、世界中で活発になっています。はい、持続可能な開発目標ということで、いろんな分野で SDGs のものが見直されている、そしてSDGs に対応するようにという傾向が世界中でありますね。で、それに対してお着物というのはもう変わらず、もう昔から SDGs であるということは皆様もよく分かっていらっしゃると思いますけれども、その辺をもう一度再確認してお伝えをしたいと思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ内容をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。着物が SDGs ということは、着物は再利用がいくらでもできる、そして捨てるところがない、いくらでも伝えられるというような部分がありますね。それから、天然繊維を使っている、化学繊維でしたら、燃やすことでなくなってしまうんですけれども、天然繊維というのは有機物質ですから、その物質がなくなることはないわけですね。再利用可能であるということ、それから天然のものを使ってそれを生かす形でお着物って作られているので、すごくエコで、人に害を与えない、生活に害を与えないっていう部分がほとんどなんですね。ですから、その点で着物は大変素晴らしいと言えると思います。で、何よりも素晴らしいのはこの着物の形なんですけれども、この着物の形は一種類ですね。着物っていうのは反物の長い13メーター近い長い着物をぶつぶつに切ったりせずに、もう決められたお袖と身ごろと襟と奥身という分け方だけをして切るんですけれども、それも斜めに切ったり切り刻んだりせずに切って襟にするんですが、それをまた解いたらまた13メーターの布に戻るように仕立てる着物の縫い方ですね。そういう縫い方をしています。ですから、お着物に仕立てる前に13メートルの布があります。それを最小限のカッティングで切って仕立ててこのようになるんですが、またそれをほどいたらまた13メーターに戻るんですね。すごくないですか。究極の SDGs、 つまり持続可能である、持続可能な開発目標が SDGs と言われていますけれども、もう着物はいつまでも持続可能です。最初反物の状態であったものが着物にというふうに形を変えても、また解いて13メーターに戻るわけです。戻ります。それからですね、例えば古くなって擦り切れちゃったとかっていうようなことがあったとしても、このお着物で着ることができなくなったとしても、それを羽織にすることができます。長い羽織、短い羽織、それから帯に仕立て直すということもできますね。それから昔の方はよく浴衣、着物を絞りの浴衣を寝巻きにする、袋物に縫うとかっていうふうに、だんだん小さいものに作り変えていくというようなことをしまして、捨てるところがほとんどないような使い方をしているんですね。再利用可能、どんどん形を変えて新しい役に立つものに生まれ変わっていく。で、これは本当に究極のエコです。お洋服が使い捨て、どんどん新しいものを買って使い捨てにするのは良くないというようなことを言われていますし、食べ物もたくさん注文して捨てるのは良くないというふうな指導が入ったりしていますけれども、お着物は最初から使うだけの、必要なだけの13メーターしか織らないようになっています。それは旗の関係とか糸の関係とか、いろんな条件がそのようになってしまっているんですけれども、とにかく13メーターで、それ横幅が1尺38センチ近いこの幅ですよね。それを大人の
大人編みでしたら2枚使って身ごろを作る、2枚合わせて身ごろを作るというふうにやりくりして人の体に沿うようにお着物を作るわけですね。でそれで袖の長さで、まあ、格や豪華さを調整したりしていますし、柄の位置で着物の種類を表現している。それから染めと織によって技術が違って着物の種類も違ってくるというふうに限られた中でやりくりしていて、その中に素晴らしい教えや分類やそれから豪華さや格やいろんなものが詰め込まれていますね。なんと素晴らしい伝統だと思いませんか。 SDGs の究極は着物であると私は思います。今世の中が SDGs というふうに言っていますが、日本の着物はもう何百年も前から SDGs よというふうに思いますし、そんなふうにこう再利用可能ですとか持続可能ですね。着物があれば着るものに困らない、持続継続していくことが可能なお着物衣であるということが言えると思います。ですから私たちは SDGs の最先端にいると思って、自信を持ってそして勇気を持ってこの着物ライフを楽しんでいきたいと思います。皆様はどのように SDGs を実践していらっしゃいますか。はい、これまでの私の動画をいろいろ見ていただきますと、着物を洗い張りして、まあ、羽織に作り替えたとかコートに作り替えたとか、それからいただいた羽織から帯を作ったとかっていうような動画がありますけれども、そういうふうなそんな内容も全部こう持続可能な前のものを生かしながら他の形にして生かしていくということなので、それは嬉しい工夫とかやりくりですね。そしてそれは着物が持つ素晴らしい素材とかそれから色や柄があるからこそできるということなので、着物の中に素晴らしい持続可能ないろんなものが詰め込まれている、だからそういうことができるんですということになると思います。今日は SDGs について考えてみました。着物こそ究極の SDGs であると私は思います。皆様はいかが思われますか。今日の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご意見やご感想をお寄せください。さて今日の着物クイズです。 SDGs とは持続可能な開発目標です。 SDGs とは持続可能な開発目標です。丸か×かどちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。